さあ、今人気大沸騰中のおしゃれスポットソルトへやってきました。ほとんどテレビで取り上げられてるんで、もうこすり倒してる感じにはなりますが、ちょっと中見たいと思います。しかし今日はめちゃくちゃ暑い。もう汗だくですよ。うん、打ちっぱなし感、確かに。これが木ですね。鳥が貴重になってる。チョコレートあるよ。ブッチャーバードは上っぽいな。おー、ウォールアートがありますね。さあ、ボーリングクラブ、ああこのお店の名前か。有吉の行ったホットドッグ屋行ってみる？さあ、ブッチャーバード、これかな？行ってみようかな。いやー、今日はもう暑くて、僕はどうしようもないですね、これ。あー、ここで、ブッチャーバード、有吉が、お店ですね。ああ、ここに書いてあるわ。有吉スペシャル巨大ホットドッグ、有吉完食、プライムドライエイジングチーズバーガースペシャルホットドッグと。まあどれを食べるかわかんないけど、よし、よいしょ。メニュー名、有吉って書いてある。有吉$18。カカアコ地区にあるダウントゥアースに来ました。オーガニックナチュラルと書いてあります。まあ、ちょっと行ってみましょうかね。オーガニックのものばかりなので、僕が好きなコーラは多分売ってないんでしょう。はあ、ご飯もやはりこういうふうにプレート的なものもありますしね。こういうふうにバッグになってて、これに入れて
持っていくこともできます、ね、やはり野菜が比較的多い感じですね。ヘルシーすぎますね。僕は買うことはないんじゃないかな、ここで。プロテインも売ってますね。すごいね。これね、去年たくさん買って多くの人に配ったんですけど、効果はどうだったんだろう。いや、すごい眠れましたって言った人はいなかったな。さあ、日本人が大好きなダウントゥアースのバッグのコーナーですね。たくさんあります。っていうか、この箱がかっこいいな、これ。この箱かっこいいな。カカアコ地区やってきました。いや、すごいですね。思ってる以上に普通に歩いてて、絵があちこちにありますよ。多分この人たちもここに来たってことは、ほら、ここだ。とっても有名なモンスターの絵がありますね。これがね、有名なモンスター。あ、写真撮りましょうか。そのエミュー、これなんか有名だって言ってまこっちゃんたち来てなかったかな。撮りましょうか。キリがないよ。キリがないよ。だからまあ変な話、モンスターを見れたからよしとした方がいい。もういくらでもある。あ、トトロ。いや、すごいな。本当にキリがねえよ。ね、なんか場所によってはその会社の敷地内とかで、そこに勝手に日本人が入ってきちゃうって言って困ってるみたいな話もあったけど、これはすごいな。全部好きなように見ていいんだななんて思ってると、確かにこれは大変なことになっちゃうかも。
そこ ABC ストアの本社だよ。マジで？うん。あんななの？インパクトあるなこれ、うん、パンダこのパン美味しそうだな、うん、美味しそうだよね、なんか可愛い、そうそう、バターなんだろうけど、うん、これも可愛い、うん、というわけでいきなりマリポサに来ております。昼の方が混んでるっていうことですかね。予約なしで来たから大変かなと思ったら全然、うん、ガラガラでした。白木屋来ました。ちょっと様子見たいと思います。ところあんな今時間帯は1時40分ということで、ちょっと一山越えたところでしょうか。しぽたろう、これお店だいぶ変わってますね。わ、何これ、こんなだったかな。だいぶ変わった感じ。あ、ここステージ、トラオちゃんとかが出るステージじゃないでしょうか。景品がすごいんだけど何の景品なんだろうこれは。前と比べてだいぶ変わりましたね。すごい。トンテキ。タムケンの焼肉タムラなくなったんじゃないのかな。焼肉タムラはなかったような気がするな。マリオンクレープ、マリオンクレープ、マリオン、あ、ここは噂のインスタ映えする、はい、ソフトクリーム屋さんですね。これはすごいです。すごい、これはすごいですよ。インスタ映えとはまさにこのアイスのためにある言葉ではないでしょうか。すごいです。お店が本当に変わりましたね。ワッキードッグ、あ、トラオちゃん、トラオちゃんが出てるじゃん。左の彼が演歌の超上手なトラオちゃんです。トラオちゃん、ちゃんぽん発祥店ってのがあるけど本当かね。ちゃんぽん発祥のお店なの？本当かよ。すげえな。あー、これはちょっとしんどいですね。これは食べる気失うわ。出た。日本一になった餃子。これ、たこ焼き山ちゃん。
どっかにもあったな。たこ焼き山ちゃんどっかにもあったよね。さあ今アラマーナショッピングセンターに来ています。食後のデザートにアイスクリームを買いに行った人が帰ってきました。さあセンスでうちの人はどんなものを買ってくるんでしょうか。アラモアナショッピングセンターの白木屋の中に入っているキャミーというお店のソフトクリーム来ました。もうちょっと溶け始めてるので早速いただきたいと思いますが、どっから食べたらいいのかな、これどっから食べるもんかね、これ。あ、チョコか。パイナップルとバニラちょうどいいかもしれない。さっぱりとコクと、しかしすげえソフトクリームだこれ。これなんだ、エビかこれ。うまい。しかしでかいな。冷たいもの急いで食べると頭痛くなっちゃう人だから。もう溶け始めてる。この AB は何なの。あ、こちらがキャミーさん。こんなにたくさん種類があるみたいで、なぜその中から、おお、この18は一番すごいのを選んだようですね。